前回のあらすじ。キングレオハゲにしてやる。ネタクソにしてやるから。ダー。そして物語は続く。冒険を続けられるおつもりか。Welcome back to。行こうか。今ふと思い出したんだけれども、あれで、サントハイムに。確か魔法の鍵のお宝箱があったような気がする。そこに行こうじゃないか。素晴らしいね。行こうか。たんまりと。これフレノールだっけ。こうってよし。おお、ここも来れるんだね。いいですね。ちょっと どうしよう。誰に連れてくかな。この3人とトールネコいいや。黄金の腕は懐かしいね。初年のキャラバン隊。あー、そうだ、なんかあったな。その、ちょっと、その話も言ってみれば、ちょっと。あー、クト、いたね。懲らしめられなかったのか。誰かいる、誰もいねえな。ヨッホー、知りたいです。へぇ。え、やばいじゃん、それ。もう、もう手遅れ、もう手遅れじゃないの。まあいいよ、しょうがない。ネネにプレゼント、やるね。トルネコちゃん、あなたのそのあれは素敵だよ。家族思いのあれは。誘拐事件、懐かしいな。てるてるてー。はあはあ、南のキングレオンの城から逃げてきた。宿屋にいるはず。誰だろう。男、まあ、宿屋行ってみよう。ちょっと、あ、そうなの。どんな人が泊まってんの。そうだね。語ってるよ。語ってるよ、このお方は。いろいろ。デレ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 。お、あれ、え、ちょっと待って。え、こいつってあれじゃないの、オーリンジジイじゃないの。ちょっと待って。あいつら連れてこいぜ。ミニアマーニャ連れてこいぜ。ちょっと待って、待って、待ってくれ。何やってんの、あいつ。ちょっと待って。え、てか、あいつ死んだんじゃないの。くたばったんじゃないの。ちょっと待てよ。ちょっと待とうぜ。へえ、どうする。アリーナ・トル・ミネ・マ。よし、ちょっと行くしかないよね。開けるぞ。うい、待って、オーリンさんを見つけた。死んでるのかと思いました。はん、突然立ち上がってポッ、惚れたが結構お似合いよ。若ければ。若ければって、お前奥さんいいんだろ、お前は。あ、そうなの。はいはい。なるほど。てか、よく生きたね。首割って待ってなさい。あれは頼もしいな。仲いいよね、なんか、こいつらの。絆みたいなのがあるよな。いいですね。まあ、多分、トルネコはめんどくせえとしか思ってないんだけどな。敵討ちとかなんか興味なさそうだもんな。金儲けのことしか考えてないんだもんな、きっとな。なんということでしょう。なんということでしょう。あ、いけんじゃん。あ、なんかなかったっけ？なんもないのか。お！あるじゃないですか。まだ当選も知ったもんな。懐かしいな、このキメラの。キメラの翼、これよく買ったな、ここでな。めっちゃ買いあさったよ、ここで。砂漠のバザー行こうぜ。ちょっと待って。ここの、じゃあ、こう歩いていくか、じゃあ、サントハイムまで。よし。
まあ先にこれで行こう。まあ砂漠のバザー、ああでもフレノールあれだな、昼間行ってねえな。ミステリードール、はあ、でも強い敵出てくるんだな。ベホマスライム、回復しすぎじゃないの、で食らいすぎじゃないの。不思議な踊り、ベホマ結構倒したら美味しいんじゃないか。デレテテーン、おーヤダルコ、全然あれだな、効かねえな。テンテンテンテケテン、よし素晴らしい。お、なんで今ヒャダルコ使わなくなったんだろう、まあ、諦めたのかな。うい、さあこいつらどんぐらい来るんだろうか。よし377515、まあ、これちょっと探索しながら行こうぜ。これでちょっとずつ、あれフレノール、あれフレノールあれなの、いけないんだ、レイクナバとか。え、なんでいけないんだろう、いければいいのに。おお、なんか朝焼け綺麗だな。あ、綺麗だね、朝焼け。いい感じだね。まあ寝るけど。オールスタートだから、寝よう。激しく。寝ましょうね、アリーナ殿。楽しいな。冒険楽しくなってきたよな。ああ。がっかりだ。こうルーラーで来られるの結構不便じゃないのか。結構使うっちゃ使う気がするけどね。はあ、まあいいんじゃないの。馬10頭浮かないの。こいつもちょっと金銭価格が鈍ってんだ。ああ話がつながったような。またこいつはなんか悪だくみたからんでる。ああまあさっき教えてくれたね。でるでって、こいつ何やってんの？あれ？謎だよね、この人ね。この神父さんは一体何が目的なんだ？でれでれれれれ。べっべっべーん。やっほー。上がって。黙らっしゃい。リア充軍団だな。ここにまたリア充が完成したか。恐ろしい話だ。南一家じゃ、砂漠のバーザーが非常に気になるんだよね。ドゥル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 、これ何もないか。今更何もねえな。上がって、派手好きの変態ちゃん。ああ、ほんとそうだよね。懐かしの洞窟だな。てれてててー、あれなんか、おーおーお、あれこいつホーマンじゃないの、何やってんの。お久しぶりです。はいはい、あ、独立することになったんだ。ミントスのような街を作ろうと決心した。へえ、はあはあ、町を作ることにします。はい、なるほど。新しい土地に移りたがってる人がいたら進めてくれませんか。人が集まればきっとこの不毛の地にも立派な町があるはずですよ。そうなの、うん、かた楽しいね。人手か。じゃあちょっと集めつつ行こうか。じゃあやるか。よし、長らくのご愛顧の今日悲しいね。みんなどっか行っちゃったんだね、じゃあ。へえ、じゃあここに人を集めて、でっかい町にするんだな。また楽しみ増えたね。
で、じゃあここを歩いていこうか。じゃあ大概宿屋にいいんだよな、そのいるはずなんだよね確か。そのなんか町に行きたいって人が、ベンベンベンベオマスライム。フレノールから行ってみるか。ああうお強すぎる、バカみたいなこいつ、何してくれてんの。でも効かねえしな、全然全く効かねえし。でもここまで倒すなったら倒せ倒せ倒して、早く早く、よし、あと一人、よし。恐ろしいな、めちゃくちゃ恐ろしかったぞ。おお、くそ、アリーナがこの経験値を逃すとはな、もったいねえな。トヘロス、フレノール行って、大体こういうのって宿屋にいそうな気がするけどな。まあいっか、ちょうどいいよ、宿屋に行きたかったから。多分ね、あ、こういうあれだ、そう、多分こいつだと思う。どうだ、私とパワーする冗談よ、こう見えても私男だもん。あら、アリーナ姫じゃない。武術大会のあなたとても素敵だったわよ。アリーナ姫みたいに強いダーリンが理想なんだけど、でもなかなかいないんだよね。教える教える。え、どうしたこいつ。あ、こいつビビアンなの、あいつか、武術大会のやつじゃんこいつ。こいつ男だったの。あいつ男だったんだ。衝撃の衝撃のあれだな、事実だね。へえ、もうよかったな、こう来て。あれ一人目だね。だこういう感じであれだろ、なんか宿屋に行くと、宿とかどっかに行くといるっていうなんかお話をどっかで聞いたんで。よし、懐かしの場所だな。あ、本当はね、もう相当強くなったもんな。戻っていけじゃん、置いてくからそのまま。ああ、何を言ってんのこいつ。結構結構懐かしいなこいつな、ダジャレの好きなバカ野郎。懐かしいねここね、あったなここもな。デレ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 デデ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 てるててててるてててあああああ、顔とお金どんだけだよ、分かったよ。ああ強いね、へえ。2位だってあれだっけ、あ、次の生贄にあれか、されそうになった人か。わーいわーい、めっちゃあれだね。わかったわかった。でぃでぃでぃ。いるかな、いないか。この出入りするとなんか出てくるときあるんだよな。いるわけねえが、ほい、来た、俺、あ、ちょ、あれの姫ではないか。エンドールのブース大会で後がいい職だったな。姫で儲けてから私は修行のために行ってたのだ。世界中を回ってな、どっかで腕っぷしの強いやつが集う街はないものか。これ誰だっけ。おう、ミスターハン。あ、一回戦のやつか。なんでこの武術大会軍団が揃ってんの。まあいいけどね、あ、もういい感じじゃん。
いいの、こうやって揃えてきて。か弱いお姫さん、嘘つけ。何を言ってんだ貴様。一旦あれだね、闇のランプで。多分エンドールとかでもいいんじゃないかな。よし。なんか元々の目的がどんどんなんか外れてってる気がするけど、まあいっか。まあレベル上げしつつ、あ、いいんだよ、レベル上げしつつだからな。効率がいいだろ、これで。このぐらい誰かいなかった？もう人いるよね、こうやって。なんか黄昏れてんな。なるほど。まあな、たまにはいいこと言うな。あ、そっか。うわぁ。あ、そっか、アリーナ、お父さんどうなったか分かんないんだもんね。どうなんだろうね。お？竜の神様。間違い。今日もタロット引くか。じゃあちょっとミラー先輩よろしくお願いします。月の聖地、優しさと控えめな態度がこう運んできます。物事の裏を見つめてください。ムード重視、 OK。 今日はムード重視でいくか。じゃあもういないかな。多分一回出ると多分いないと思うんだよな。よし。じゃあこのままいっか。じゃあ。てる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 。てるてるてる。サブナック、強そうだね。あれじゃ、色違いじゃん。暴れ狛犬だっけなんか。あ、道具逃されちまった。バーキマだって、マジで。やべえな。倒して。激しく。全然あれだな。ヒャダルコも効かなくなってきてる。効かねえのかよ。よし。うわ、危ねえ。危ねえな。よし。おめえか。テンペの村。逆走するぜ。サントハイム。さーて、もう一度訪れなきゃならない、そんな気がします。あ、そうなの。サントハイム久しぶりだね。ちょっと入ってみるか。じゃあ、あれなんかいるよ。ここはサントハイムの人。今は魔物の城だ。やばいね。あ、テムト。え、じゃああれなのかな。え、じゃあいないってことも。アケランディス。くっそ。これはきつい。うわ、敵出んの。敵出んのか。やべえな。強いし。よし。眠らせた。なんでブライチーさん、何やってんのお前。まあいいけど、まあいいけどさ。まあ倒しといてくれ、頑張って。よし、いいぞ。まあバランス取れてんじゃん。いい感じじゃないですか。倒してくれるそれ。ダメだな。てん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 。おー、いいぞ、いいぞ。あ、強いってあれ、なんだよあれ、おかしいでしょ。うわ、みんなやられたよ、もう。くっそ。隣の村行くか、じゃあ。レベル上がるな。ベギラマ来た。ベギラマ。クリフトレベル14。意外とレベル上がんねえよな。こっちも人いんの。
いや、殺されぬうちで。もっと強くなんだけど、本当だな。まあ、いけるでしょう。元も来たが、もう最悪逃げるしかないな。またの、なんだよ、こいつ。うわ、封じられた。マジか。よし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 。ベギラマでいけ。よし、ベギラマガンザ。おーし、まあいいぞ、いいぞ、いいぞ。倒せる、倒せる。いける、いける。ブライジジ、どうにかしてくれ。よし。よし。危ねえな、これ。非常に。うわ、やべえ。一旦これ出た方がいいな、これ。危なすぎる。よし。誰もいないね。謎だよな。こっからそう出るでしょ、確か。はあ。珍しいな。悪いな。こんなこと言うの。お？よ。こいつやっぱ何も知らないんだよな。あ、よ。あの、無事でよかったな、あいつ。え、どうなったんだろうね。サントハイムの城。よし。一旦あれだな。隠させる。またやってる。くどいてる、また。とてつもないですね。ふぅ。あそこにも魔法の鍵使える場所あったよな。おい。お守りくださいか。寂しい感じね。出た、マロニ。お？本当だ、こいつ。ふざけんな。何こんな。へえ。やだ、こいつ。かん。ああ、やめろ。もうどけ。もう勘弁してよ。何これ。もう陰気臭くなっちゃったじゃん、一気に。ほんと勘弁してほしいね。もう勘弁って。もう出よう出よう。一旦、一旦出よう。俺はもう嫌だ。俺はちょっと勘弁で。普通に、この夜の空気を堪能させてくれ。ひでえ話だな、ほんとな。ね。ここに、もういなかったっけかな、確か。うなされてるね。やめろよ、もう。どいつもこいつも。うまくねえや。姉さんの風の。歌わせないでください。凄まじいな。昼間じゃないってないのかな？あ、いたいた、いるいる。世界中のアラクレモンを目指してるグーフィーってもんだ。なんかさ、いや、男臭ってか、やばそうなあれだよね。ちょ、メンツやべえよな。大丈夫かな。ちょっと、やば気がしてきたな。やばそうな空気しかしねえな。一回あれだ。ディレン、ディレディレン、ディッディ、ヤッホー。はあはあ。夢のお告げ。はあ。なるほど。詳しい話ね。この町にいるんじゃないかも、そしたら。どうなってしまうのか。まあ、わかんないね。まだつまんねえとか言ってるよ。悪いのも切ないな。
恐ろしいよね。たくましいな。どっこいかな。さあどうかな。マネーは腹立つよな。ひでえよなあいつな。ぐるなんだ。めっちゃ吠えられてる。こっちか。ブランカ。ああ。いろいろ叩いた？なんつうのね。ブランカ。はいはい。何それ、裏の叩いた？ちょっと見ようか。ああ。ちょっとそこ探してみようぜ。ほう。そうですね。音がハート。お、ハート。お前言ってること違えぞな、この間と。諦めちゃいかんよ。だこいつデスピサロ。まあ確かにな、あいつが全部元凶だもんな。主人公の燃やすっていうひでえ話で、ここ通れなかったよね。よし、ここ行けるぞ、ついに。で、こっちか。あ、武器あんじゃん。ほう。ね、変える。またなんかいろいろあるね。履力の杖、へえ、あかね、毒針。まあいろいろあるな。特にあれか。よう。未来指導ができた。ああ。へえ。なるほど。そういうことか。ほんとかよ。なわけやないか。にいにい。キャーツは待っているわ。ほう。先輩。へえ、なんかいっぱいあるね。懐かしいか。ほう。何年前？外前だよね。はあ。僕の娘は困っているから、教会のように建てようだ、建てておくれ。へえ。行くしかないの、それは。すごいな。ブライ聞こえ、今ひでえこと言ったよな。さらりと。てるてててこれか。未来の僕の娘、今君はきっと困ってるはずだからいいことしてあげるね。お空のずっと上には天空のお城があって、竜の神様が住んでるんだって。竜の神様はとても強くて、大昔地獄の帝王を闇に封じ込めたぐらいなんだ。天空のお城のことは北の海のスタンシアルの人々も詳しいと思うよ。三体の王様で。ほう。スタンシアラ。マジで行かなきゃいけんのか。
でもあれだよね、まだ行かなければいけないとこあんだよな、目の前に。一旦じゃあどうすっかな、ブランカエンドール行ってみるか。エンドールいるかな、ちょっとそれだけやってあれにしよう。1パートル5人ぐらいはあれだな、集めてんだ。ここじゃねえかな、もういな、多分いねえな、多分教会だろ。いないね、いた、パロと言います。本社はコックですが、シブリ裏の、へえ、はあはあ、本物の占い師様ですよ。おう、行く行く、行け行け、行ってらっしゃい。よし、幸先いいな。でアネール、コナンベリー、アネールどこだっけ、あ、ここか、なんかいそうだね。でもここもね、邪魔だ、いるかな。でコナンベリーだべ、ここなんかいそうだよな、こっちにそのいいんじゃないか。お、いたいた、こいつじゃないか。三体冒険に使える身分の高いものじゃん。アクトに財を取られて困ったってな。お、本物ブライ様、仲間とはぐれれば金もなくなる、つい私も困っておるんですよ。へえ、二人もそこにプライほんとかや。へえ、偽物のあれか、偽物のアリーナ軍団もいるんだね。ってことじゃ他の奴らも仲間になるかもしれないとか。これ教会かな。何こいつ、女、へえ、お、じゃあ行け、行ってこい。女札のようにシリアになってみせます。いいですね、まあ、どんどん集まってんな、なんか結構あれだな、思ったよりすんなり集まってるぞ。ミントさえるんじゃないかな。お、いたいたいた、剣の修行しながら旅する、ゼブラ、相撲の剣士、荒くれいっぱいいるよ、ホフマンの町。うん、いってらっしゃい。よし、どんどんあれだな、変なやつがいっぱい集まってきそうだな。で次が何回やってんの、結構やってるな。それだ、いるかな、多分いねえだろ。ここは、ここはどうだい、教会にいそうだな、ここも怪しいな。ここか、教会だろ。あ、なんかいた、お、ウィー、あ、はい、人、人じゃねえけどな。よし、集まっていきますね、ふふふふふふ。ここいないかな、いそうな気がするんだよね、いねえか。ボンバーワールドおしまいすっか、じゃあ、ふう、やどやかな、お、愛しのモニカ姫は王子と、ちくしょう悔しい、あ、ラゴス、あ、そうなの、ラゴスってこんなだったっけ、ラゴスってもっとイケメンじゃなかった、ピーターハーフちゃん変なやつが言ったな、凄まじいね。まあ一旦じゃあ、おお、アリーナ100超えてる体力、まあ、これにしとくか、とりあえず結構集めたかもしれんな。ちょっとあと、まあ後で見てこよう。そしてそこで何が待っているのか、ファインドアウトネクスタ、セクソチャンスユー。